今回はですね、はい、総集編を。いやじゃあ続きましては誰、おでいきましょうかね。うん、オッケー。おでいきましょうか。うん、じゃあおでのつながった企画は、栃木のパート2の一番最後、東武ワールドスクエアに撮影しに行った時なんですよ。ねえー、いいだ、はい、はい、ね、あなんか後ろからブワーリーだうわってやり直しや、完全に。これは何がきつかったっていうのは、その日俺風邪ひいてて、そうだ、ま、前の日からね、うん、だって寝起きドッキリなのに白浜だって寝れん、あ、そうだ、寝れん、うわ、思い出した、あの寝起きドッキリで起きてた、あれ確かに白浜だってこっち見てたのめっちゃ見てたもんねあれ起きてたよ、ずっとあれは、ほぼ起きてたよ、そう、起きてて、なんか歯ぎしりでさ、うん、歯なくなっちゃったそうや、それ歯もかけた、歯もかけるし、鼻にもティッシュ詰めるともうドゥルドゥルだし、あの日だから一日中ってこと、もう辛かった、めっちゃ霜降りの日ね、そう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 その中でもやっぱワールドスクエアが一番きつかった、ね、きつかった、あの時はね、あの時に、あのさっき話してたオープニングも撮ったよ、撮ったね、うん、あの伝わってんのかな、炎天下やったみんな汗だらだらになりながら、もうこんなになりながらさもうだって大して見てないやんそうそう、違う、あの練習は見てないやん、時間もなかったよ、時間もなかった、早くやらなかった、そう、うん、俺がさ音楽鳴らすじゃん、うん、音楽鳴らしてちょっとしたブランクがあるやん、そこのみんなの顔ね、わかるわかるわかる、だけど音楽が鳴るとうーんTV やって、あ、オッケーってなってこれはマジで物語ったよく見てもらったら分かるけど、うん、俺の T シャツここまで濡れてるから、ね、そうなんよ、全部全部さ、あの色やから分からんけど、あれ全部濡れてるんよ、そうね、あれオープニングめっちゃ暑かったよね、確かに、しんどかったね、その中でも熱があったからね、知らんわね、大変だった、ジョディもさ、三脚をさ、なんかいろんな角度からとかさこんな遠くからさ、こうやって振り出したのさ、俺らこんなにやりながらさで、お客さんもいっぱいいるわけよ、何やれ、何やれ、ちょっとやりながらさ、もうこんなんやってで、あれ辛かったね、いや、辛かった、だって、なんだかんだ、ほんと、ま、全然俺らさ、満喫してないよ、してない、まあ、でも一応、中に入ったっていうのもあったけ、一応全部は回ったけど各シーンめちゃ早かったよ流し見て、で、あそこで一番面白かったのは最後の出口際のなんかサーカス団みたいなそう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 、あの椅子重ねて、そうそうそう、一番上で逆らって、その時が一番みんな笑顔やった救われた感じしたもん、普通のみんな表情してもうずっとやってたもんいや、っていうわけなんですよ、はいはい、まあちょっといろいろあったけど、これかなと、はい、というわけで続きましては、カラス君にお願いします。あ、俺、うん、俺はね、カラフルツアーの宣伝動画、うん、うん、ういよっしゃい、はい、よっしゃい何あれ、それ言っちゃった言っちゃったの、一等しあれさ、イベントの次の日やったんよ、しかも朝までイベントの日の、うん、で、そのままさ、帰ってじゃあちょっと寝るかみたいな時間もなく、うん、みんな用意して、もう髪の毛も実はぐちゃぐちゃなんやね、あの時よう見たら、よう見たらみんなぐちゃぐちゃで、で、来て寒いしさ寒かったでも来た時はさ、みんなコートとか着てんねんけどさ、うん、なんか真っ白のつなぎ着てた薄いんよ、あれも薄いね、白アリクで、ね、そう、白アリクで、ね、若干酒も半分抜けたみたいな感じで疲れてるし、髪の毛もぐちゃぐちゃやし、でもね、みんなニコニコしながらさ、寒い寒いって言いながら、あの時もそうよ、撮るでってなったらさ、みんなこんなになってんのにさ、うん、よっしゃみんなこうやってさ、看板パターン、本番見ながら、こうやりながらさ、こうやって書いてさ、で、画面外にあったらあれが辛かったね、俺は。ちょっと頭も痛かったもん、あの時。確かに。あれがいっちゃんきつかった。でも楽しかったよ。楽しかった。いや、楽しかったし、うん、後から TV 見たら、あれすげえいいんよね。いい好きなんよ。いい。編集でね、結構タイトになってるけど、そこいいとこでやっぱ切り取ってくる。あの動画すげえ好きなんよ。そうそうそう。実は
はね、うん、あれの何十倍っていう量の動画があって、その半分以上ね、辛そうなんだよね。りょうちゃんもさ、ブラシをさ、こうやって手を切るときにさ、下手くせえからさ、なんか変な形になってたよ。細い細い細いやつ。もう、ペンギつけたらもう全然立たないんだよ。そうそうそう。職人やったもんね。指輪と同じところで撮ったもん。